こちらでね、今日も街頭演説をさせていただくのは小泉一馬オレンジのおっちゃんの長野市議会議員小泉一馬です。お世話様です。で今年もよろしくお願いいたします。青木島遊園地の件でね、皆様に大変ご心配をおかけしている長野市役所、そして小泉一馬でございます。まあ、去年はね、いろいろとお騒がせいたしまして大変失礼いたしました。長野市議会議員の小泉一馬でございます。さて、一件の苦情から青木島遊園地、子どもの遊ぶ権利を保障する長野市の公の施設が廃止されてしまうという件、皆様の心を大変痛めていると小泉一馬拝察申し上げます。この件につきましては市民団体が立ち上がりまして、今署名運動をね一生懸命やってます。第一次分はすでに長野市長に手渡して4700以上の署名をお届けできたということです。これね、年末年始のお休み挟んでたった2週間ぐらいですよね。その間に、まあ、5000弱もの署名が集まったというのはやはり一つの民意の表れだと長野市役所、そして長野市長には重く重く受け止めていただきたい。小泉一馬は考えます。長野市議会議員の小泉一馬は青木島遊園地廃止は考え直していただきたい。そして小泉一馬は地域の対話、地域の融和図っていただきたいという署名運動を応援してまいりたい所存です。さて、この青木島遊園地につきましてはね、いろいろな情報飛び交っています。まあ、中にはね、デマと言える情報もネット上では飛び交っています。あるいはね、メディアでもきちんとした情報を伝えていない場合がありますので、皆様には注意をお願いしたいと思います。一番甚だしいのは18年間毎日毎日子供が 4,50 人も遊んでいたという事実、そんな事実は公に記録されていません。だいたいね、そんな大胆に苦情が18年前から出てるにもかかわらずですよ、苦情が出ているのに 4,50 人で毎日遊ぶなんていうことができていたら廃止になんかならないはずじゃないですか。これはクレーム元のお宅が言っていることをそのままメディアが鵜呑みにして皆様に伝えているという状況があるということなんです。お気をつけいただきたいと小泉一馬は申し上げます。じゃあ実際のところはどうだったかっていうと、毎日ではなくてね、児童センター、隣の児童センターは毎日使うんじゃなくて週に 2,3 回だったと、これは信濃毎日新聞が報道しているところです。さすが地元のメディア、いい加減なことは書かないですね。ちゃんと裏を取って書いてくれてるあたりは信濃毎日新聞偉いと小泉一馬は申し上げたい。長野市議会議員の小泉一馬です。そしてね、まあ、お父さんお母さん、児童センターに通わせているお父さんお母さんの声を聞きますと、やはりね、前から遊びづらかった、児童センターが遊ばせてくれないことが多かった印象を訴えておられます。で実際ね、遊ぶのも週に 2,3 回、そして20、30人くらいでね、工夫しながら、そんな長くだらだら遊ばないんですよ。工夫しながらご近所のね、苦情元のお宅に重々配慮いたしながらの青木島遊園地利用であったと
児童センターの関係者、保護者からは小泉一馬聞き取っています。でそれと違ってね、メディアはなんか公平公正中立なメディアなはずなんだけれども、なぜか苦情元のお宅、たった一軒のお宅が、いや18年間毎日毎日 4,50 人が遊んでいて苦しめられていたんですよと、そういう主観に満ちた客観的な裏付けのない一方的な主張を伝えている。これはどういうことなんだろう。どう考えてもバランスが取れていない報道であると小泉一馬は訴えます。長野市議会議員の小泉一馬です。まあ18年間毎日毎日じゃないけどね、 4,50 人が遊んでいた状況、これは開設当初は一時期あったらしいです。でやはり苦情が、青木島児童センターに苦情が来た、公園緑地課に苦情が来た、だから控えめに使おうねという工夫努力、青木島児童センターの職員はずっとずっとしてきたんです。そして子どもたちもね、どう遊べばいいのかと児童センターの職員と一緒に考えてきたと小泉一馬は聞き取っています。でこの青木島遊園地廃止の話、一番の被害者はどう考えても子どもたちですよ。子どもはね、何も声を上げることができない、そういう機会も与えられていない。大人たちがうまく解決できないからといって、一番小さい、一番弱い子どもたちにしわ寄せをするのが長野市なのか。だからね、よその自治体に住んでる方からは、ああ長野市ってそういう自治体なんだなと言われ始めています。これは長野市民にとっての損失です。子どもを大事にできない町なのか、子どもを大事にしない市長の滑る町なのか、長野市は。そういう印象を払拭してまいりたい。長野市議会議員の小泉一馬です。まあこれね、だけど皆さんね、ひっくり返ったら長野市の株一気に上がりますよ。長野市長荻原健司さんの株も、あやっぱり金メダリストだと、着地点間違わなかったなと、さすがスキージャンパー着地は決めたと褒められるでしょう。だそこを目指してまいりたい。逆転災い転じて福となす長野市、今年はそんな年にしていこうじゃないですかと小泉一馬は訴えます。長野市議会議員の小泉一馬は、青木島遊園地きちんと残して、長野市はやはり子どもに優しい町なんだと全国にアピールする年にしてまいりたい。長野市議会議員の小泉一馬、小泉一馬はこの件で戦い続けてまいる所存です。はい、お世話になってます。オレンジのおっちゃんの長野市議会議員小泉一馬、今日も街頭演説やってまいりました。おはようございます。まあ寒くなってきましたね。インフルエンザも流行っているそうでございます。どうか皆さんね、新型感染症そしてインフルエンザ両方気をつけなきゃいけない、まあややこしい世の中になってきました。ご自愛のほどをお願いいたします。お体大切にしてください。健康を保ってこの冬乗り越えて、明るい長野市取り戻してまいりましょう。小泉一馬も頑張ります。長野市議会議員の小泉一馬、小泉一馬オレンジのおっちゃん、今年
のでどうかお付き合いのほどお願いしたい。小泉和奈です。おはようございます。で小泉一馬はね、昨日市議会議員として、市議会議員なんですよ小泉一馬って、こう見えても。で議会宛てに長野市役所がレクチャーしてくれる日っていうのがあるんですね。聞いてきました。施設廃止しますからね、話が出てきました。でそれ施設廃止ってきちんと住民に説明して合意を得てあるんですよね、長野市役所。聞いたらね、そんなことやってませんけどいいんですって、そういう態度なんですよね。いやいや、だからそれは違うでしょと小泉一馬は申し上げました。これはね、防災備蓄倉庫の話です。で防災備蓄倉庫にもね、いろいろありまして、小さいのは小学校の校庭に、まあ、銀色のコンテナ置いてあったりするじゃないですか。そういう簡易的なものもあれば、使われなくなった長野市の建物を使って結構多めに備蓄している、そういう拠点的な倉庫もあります。ですぐそこにね、働く女性の家、働く婦人の家でしたっけ、あったじゃないですか。あそこも潰されちゃって、今デカめの防災倉庫に活用されています。でそういう大きめの拠点防災倉庫、篠ノ井岡田、戸隠ししがらみ廃止するそうです。いやそれはね、めったやさらに廃止するんじゃないってことは小泉一馬も分かっています。きちんとね、代替措置が取れる、ここにでかい防災倉庫あったけど廃止してでも大丈夫なように長野市役所は考えている、それは分かる、それは分かるけれども、地元への説明なしでやっちゃうのはまずいんじゃないですかと小泉一馬は申し上げました。やはりね、青木島遊園地の教訓をきちんと生かしていただきたい、頭に刻み込んでいただきたいと小泉一馬は思うんです。住民がね、何を怒っているのか、子供の遊び場なくす、もちろんそれも怒っている。だけど自分たちが知らない間にね、自分たちが知らない事情で長野市の施設が潰されてしまうっていうことに怒っているんじゃないですか。同じことをやろうとしている、拠点防災備蓄倉庫が住民説明なしで潰されちゃったらね、どう思います？あれ、あそこに防災倉庫あったのに、いつの間にか防災倉庫なくなっちゃったよ、なったよ、一体どうなってんだと。災害あったとき防災備蓄大丈夫なのか、説明受けてないじゃないか私たち長野市民は、そういう不安材料、長野市への信頼失墜起こりうると小泉一馬は懸念しています。だから小泉一馬、市議会議員の小泉一馬はね、施設潰すなら早めに地元に相談してください、議会にも相談してください、申し上げているんです。いや、防災倉庫ってね、拠点防災倉庫ってその地域にとっては結構重要な施設だと小泉一馬は思いますよ。だって台風19の2019年、実際防災備蓄倉庫の備蓄資材が活用された、そういう記憶ってまだ生々しいですよね。でそれなのにいつの間にかなくなってしまった、そんな状況があっていいはずはない。なくすんだったらきちんと説明して、こういう代替施策
く取るから心配しなくて大丈夫ですと、きちんと市民に説明責任を果たしていただきたい。小泉一馬は昨日議会へのレクチャーの席で堂々長野市に住民説明してから施設は潰せと、同意を得てから施設は潰すべきだと申し上げさせていただきました。でこれね、長野市の内規にも反しているんじゃないかと小泉一馬は心配しています。っていうのはね、小泉一馬が調べたところでは、パブリックコメント、要するに皆様のご意見を頂戴する、公募するっていう手続きが必要な案件じゃないかと思われます。これね、防災備蓄計画、長野市が計画をね変えるんです。で計画を変えるときはね、計画変えたり作ったりするときは市民意見公募、パブリックコメントってやるんですよ。それもやらずに一方的に拠点防災備蓄倉庫は劣り潰し、それは装備いかがなんですか。市民の声をきちんと聞いて市民に説明責任を果たした上で長野市の防災備蓄倉庫、拠点倉庫潰すという、すみません、そういう手続きを取っていただきたい。長野市議会議員の小泉一馬はきちんと民意と向き合った長野市行政を運営していくべきだと、今後も訴え続けてまいる所存です。どうかオレンジのおっちゃん、長野市議会議員の小泉一馬を今後も応援お願いいたします。長野市議会議員の小泉一馬です。おはようございます。まあ、青木島遊園地でね、結構痛い目を見ているはずの長野市役所だけれども、ありがとうございます、いってらっしゃい。まだまだ民意に向き合うという姿勢足りないんだなと、もう長野市役所もうちょっとかっこいいところを見せていただきたい。今年は長野市役所かっこいいところを見せる年にしていただきたい。まあ、小泉一馬もね、そのために議会議員として小泉一馬も頑張ってまいります。どうか応援をお願いいたします。長野市議会議員の小泉一馬です。おはようございます。お世話になってます。はい、おはようございます。長野市議会議員の小泉一馬です。お世話になっております。で昨日ね、市役所からいろいろレクチャーしてもらいました。小泉一馬、長野市議会議員の小泉一馬です。でその中でね、やっぱりこれ税金の使い方としてどうなんだろうと思われる事案が一つありました。っていうのはね、今長野市役所ってシティブランドってやろうとしてるんですよね。シティブランドってなんだってよくわかんないけど、つまり長野市のブランド作りたい、長野市はこういう街なんだよっていう、そういう何て言うかね、一種のお約束ですよね。でそれを体現するようなロゴマーク作りたいんだそうです。まあそれはいいんだけど、じゃあどういうブランド価値が長野市を持っているのか、持つべきなのか、そのお話し合い議論一向見えてこないじゃないですか。でどうやってんだって言ったらね、ワークショップやりましたって言うんですよ、長野市役所は。だけどワークショップ公募したんですかって言ったら、いや公募はしてないです、委託業者長野市役所一緒になって選びましたって言うんですよ。ちょっと待って、業者が、長野市が都合のいい人を選んできて、それで長野
市の将来決めるシティブランド議論したっていうことになっちゃうんですか。それっておかしくないですか。小泉一馬は思います。まあアンケートもやったって言うけどね、アンケートなんかアリバイ作り形作りだと小泉一馬は思いますよ。でね、ヒアリングもやりましたって言うんです。ほうほう、ヒアリング、それどういう人ですか。まあ長野市でね、影響のある人、インフルエンサー、そういった方々15人から聞き取り調査を行いましたと長野市役所は堂々おっしゃるわけですが、名前見てもね、知らない人ばっかり。これ公募じゃないですからね、委託業者が選んだ人たち、委託業者の仲良しさんで見せてもらったらね、全然知らないわからない人たちばっかりです。でちょっとね、検索してみたらツイッターやってた、フォロワー150人ぐらいちょっと150人のフォロワーの人が長野市のスティーブランドうんぬんする、そういうなんていうかね、学識経験者扱いしちゃっていいんですか。小泉一馬そっちかに思いますね。だってね、小泉だって、まあ、3000人まではいかないけれども2000何百人かツイッターのフォロワーいますよ。じゃあ小泉の意見聞いてくれよって言うんだよね。でね、皆さんね、同じことが繰り返されようとしているんです。今の長野市のロゴマークって知ってます？丸書いて糸辺の円の字ね、五円の円、何の変哲もない明朝体ですよ。でそれが長野市のロゴマークだって言うんですよ。おいちょっと待って、丸に円の字で明朝体でって、それ俺でも作れるよ。だけどこれ東京の広告代理店、委託料たんまり払ってます、随意契約です。それがね、長野市の今使っているロゴマーク、丸円マークの実態ですよ。でこれはね、なんだっけ、シティプロモーション事業でやったんですよね。で小泉はその時随分おかしいじゃないか、やり方が、議会で取り上げました。まあ、小泉一馬はね、市民の税金の使い方結構敏感ですからね、そう言ってなんですけれども、そんなことに税金何百万も突っ込むのかと、丸書いて円の字、民調隊のあるような、そんなんで何百万も突っ込むようなデザイン料払ってるんかい、おかしくないですか、随意契約ですか。小泉一馬は追及したことがあります。で今回も同じことが行われようとしているんです。東京の業者ですよ、委託業者、コンサルタント、で自分の仲良しのね、インフルエンサーだかなんたらなんたらさあさあさあ知らないけれども、15人ばか連れてきてヒアリングしましたなんてでっち上げて、自分の実績作りやろうとしている長野市と仕事してもらった、させてもらったんですよなんてね。でワークショップも公募していない人たちでやっている。でそれで長野市のシティブランド作るんですって、市民参加しないシティブランド作りが果たして成立するんですか。公募のしないワークショップなんて初めて聞きましたよ。コンサルタントとか代理店とか使っちゃダメって小泉一馬は言わないですよ。言いませんよ、そこまでは言わない。だけどきちんとした業者使ってもらいたい、契約したならきちんと業者の手綱を長野市役所が握っていっていただきたい。そんな業者も言われるままにね、うちの選定した人でワークショップやりましたとか、うちの選んだ人でヒアリングやりましたとか、
なんで長野市のシティブランド、これから何年も先の未来の長野市を決めることやっちゃっていいわけですかって小泉一馬は思います。これね、東京ってねワードに長野市役所本当に弱い。その今使ってるね丸二円の字明朝体、これ何百万も使ったのも東京の業者。そして今シティブランドやらせている委託業者も東京の業者。そしてさらにさらにね、豆苗祭り、さくり祭りと小泉一馬は呼んでいるけれども、長野デザインウィーク、長野デザインウィークあるじゃないですか。豆苗祭りパクって何千万も稼いでいる、それも東京の業者ですよ。地方創生交付金活用して地方創生どころか東京の業者を喜ばせているのが豆苗祭り、パクリ祭りの長野デザインウィーク、あのイルミネーションイベントです。東京の業者はありがたがっておかしな事業にお金突っ込むのやめていただきたい。地元の業者を使わないのか、本当に小泉一馬は思います。長野市議会議員の小泉一馬はコンサル使ってシティプロモーションやるのはいいけど、きちんと市民参加でシティブランド作っていかなきゃまた浮いたものになってしまうよ。シティプロモーション事業丸に円の字で、はい一丁上がり、それで何百万も出された、その二の舞を避けるべきじゃないか。今からでも市民参加型のシティブランド作りやっていくべきではないですかと、今後もきちんと発言し続けてまいります。長野市議会議員の小泉一馬です。小泉一馬、今年もどうか皆様の応援よろしくお願いいたします。オレンジのおっちゃん小泉一馬、今日も街頭演説やってます。おはようございます。はい、9時過ぎましたね。9時までやろうと思ってね、いつも街頭演説やらせていただいています。小泉一馬は今年もシティズンファースト市民第一主義貫いて皆様にお伝えしてまいります。お役所の活動よりも市民の利益、子供の利益守っていきたい長野市議会議員の小泉一馬です。お役所の都合で遊園地廃止、もう疲れちゃったからやめたいから廃止ありきでやっていく、そういう長野市よりも市民の声きちんと汲み取る長野市役所、かっこいい街にしていきます。長野市議会議員の小泉一馬です。今日の街頭演説ここまでとさせていただきます。ご清聴に感謝いたします。長野市議会議員の小泉一馬でした。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。